ジャティネガラ駅は、インドネシアのジャカルタ州と特別州東ジャカルタ市、マトラマンクにある、インドネシア鉄道会社と KRL コミューターラインの、駅。路線上は、ラジャワリチカンペック線上の駅であり、スラバヤバンドン等へ向かう中長距離列車のほか、通勤電車である、KRL コミューターラインの環状線、チカラン線が当駅に停車する。1909年10月15日に、 開業、1925年には電化され、電車や電気機関車牽員の客車が乗り入れるようになる。現在の駅舎は1901年地区で当時、ヨーロッパで流行した大色の瓦と白壁の、コントラストが美しい作りで、歴史的駅舎の一つとして、写真集などにも登場し、駅構内に機関車の車両基地が併設されている。また、当駅から、昔方向の、 チッピナン信号所までは一見伏線区間に見えるが、単線並列区間で、同方向に通勤電車と長距離列車が走行するのを見られることもある。が、2013年現在マンガライ駅、ジャティネガラ駅、ブカシ駅間 18.7km が、複々線加工時中で完成後は見られなくなると思われる。通勤列車は、 平面交差を避けて系統が分離されているが、中長距離列車の内パスアルスネン駅、ジャカルタコタ駅、単純プリオク駅を発着する列車は当駅で、点線が必要となるため、運行上のネックとなっている。プラットフォーム4面7線の地上駅で、京上駅舎を有する。ありがとうございます。